はい、こんにちは。また映画行きたいと思います。はい。これ見ました。天空の城ラピュタ。トトロきっかけでもう一回全部スタジオジブリ見てみようと思いまして、今まで見たのが映画館で見たの「千と千尋」、最後の「風立ちぬ」、あと「もののけ姫」かな。で、前半の見てなかったんで、はい、「天空の城ラピュタ」。はい。1986年ですね、スタジオジブリ。全部原作脚本宮崎駿さんです。はい。面白かったんですが、まあもう好みですね、これは。あの世界観すごい面白かったですし、ただトトロの方が好みですかね。はい。絵のタッチの好みも自分あるんだなっていうことに気づきました。ルパン三世の、宮崎駿さんの「カリオストロの城」、今まで見た中で一番好きだった作品なんですが、あの絵のタッチに似てるんですね。なのでスタジオジブリの作品も絵のタッチがそれぞれ違うんだなっていうのが分かりました。分かりましたっていうか、まあ改めて気づきましたね。で、どっちかっていうと、トトロとかリアルな人の感じの絵のタッチの方が個人的には好きなんだなって思いました。はい。ただ面白かったです。まあこの作品「風の谷」も見てないんで見ようと思いますが、この世界観がね、一番好きだっていうスタジオジブリの中でも人もいると思いますし、もう完全に好みだと思います、これは。先に満足度、90ですかね。はい、おすすめでございます。はい。前半のおばちゃん海賊が意外といい人だったんですね、みたいなね。で、なんか前半のトロッコの追いかけられてるシーン、あれぶっ壊れすぎじゃないですか。もう二度と使えない、あの町っていうか、あの空間ではね、大切なトロッコの線路なのに、豪快にぶっ壊れてましたね。そう。で、そうですね、なんだろう、好みです、これは。もうこれ 好みですというしかないですね。「鎌倉物語」っていう、宮崎じゃない、山崎貴監督の「三丁目の夕日」作った、あの映画にもこういうなんか世界観出てきますけど、「天空の城」、お城がね、ブワーッと天空に浮いててみたいな、そこにたどり着いてみたいなね、そういう冒険活劇面白かったですし、はい。引き続きスタジオジブリの作品は見ていきたいと思います。もうほぼ見てる本数の方が少ないんで、少しずつ見ていこうと思ってます。はい。1本は「天空の城ラピュタ」ですか。ラピュタでした。はい。それからこれも良かったです。改めて見たシリーズなんですけど、ガキの頃見てもうほとんど忘れてたんですけど、これですね、「エイリアン2」。はい、2でございます。これはもう確かすごかったなと思って、これもね、1986年なんですよ。同じ年に「天空の城」と公開されてたんですね。監督がジェームス・キャメロン、「ターミネーター2」。なんかそれに似てんのかな、2の方が。2の面白さというか、2が一番面白かったというか、
ちょっとニュアンスはターミネーターと似てるんですかね。エイリアンも2、3、4、4まで出てるんでしたっけ。はい、3、4も忘れちゃいましたけど、これも主演シガニー・ウィーバーですね。他ゴーストバスターズとかアバターとか出てます。まだいろいろいっぱい出てます、この人は。もう改めて見るとシガニー・ウィーバーすごい好きになりますね。うん、これはすごかったです。ちょっとすごすぎて見終わってちょっと疲れちゃいましたけど、ドーッと、力入りすぎて、これはもうあれがやっぱすごかったですね。なんだろうやっぱ良かったのは、その退治しに行く前、準備段階のお話と、それからいざそこについて助けに行くのについて、エイリアンが出てくるまで、そして出てきた後どう戦うかっていう、その全てのその流れが素晴らしいと思います。うん、で、あのついて、そのエイリアン出てくるまでがね、意外とあそこ少女が動いて、あれエイリアン出てきたかなって思ったら、生き残っていた少女だったっていう、人間が出てきてその少女と一緒に動いて少女を守りつつエイリアンと戦うっていう、あの設定が素晴らしいかったんじゃないかなって思いました。うん、あの見せ方もね、あれから30年経ってる、30年前の映画と思えないぐらいクオリティが高くて、色褪せない作品だと思います。うん、まあ、そういう作品まだいっぱいあると思うんですけど、その中の一本だと思いますね。はい、やっぱり2が、まあ1もこれ機会で見てみたいんですけど、もう一回、すごい名作だと思います。はい、満足度93とかですかね。うん、おすすめでございます。はいシガニー・ウィーバーいいですね。身長182って書いてありましたね、見たら。大きいんですね。はい、それであともう一本、これはねちょっとね、まあこれも好みなんですけど、ちょっと疲れちゃいました。インターステラー、これ未来、近未来でこういうことが起きるんじゃないかなっていうような話なんですけど、これはもう有名な監督なんですけど、2014年公開です。クリストファー・ノーラン監督、メメントとかインセプションとかテネントとか名作作ってる人ですね。これはねなんかちょっとね、ちょっと疲れてたかな、疲れてた時見ちゃったからあの謎解き、あこういう意味だったんだって、前半のシーンから最後、あこのことだったんだっていう最後の種明かし的なことも面白かったですし、はい、これも、でも長いんですね、これ169分。はい、ただこれすごい好きな人はハマると思います、この作品。自分はちょっと疲れちゃいましたね。うん、でも85とかですかね、個人的には。はい、そんな感じでございます。はい、今日はこんな感じで、あとは、僕らの7日間戦争、グランブル、それから邦画ちょっと最近のかな、風の電話、はい、で懐かしいところポリスアカデミー借りてきちゃいました。で、ブルース・ウィルスの最新のロウ、ザ・ロウっていう、これもなんか面白いらしいですね。はい、ダイハードからの、ダイハードだけじゃないですけどね。それからキングコング、最近のキングコング借りてきました。これはゴジラ作った制作チームがキングコング改めて作った感じですね。はい、今回はそんな感じでございます。以上カズ劇場でしたまたね、声がちょっと枯れちゃった。